はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。11時ですね、7月の23日の金曜日でございます。今日ね、ニュースメディアをずっと見ててもですね、もう五輪の話ばっかりですね、ほんまにもう。なんかね、こうオリンピックをやるたびにね、私 ね、あの五輪が嫌いになってきますね。もうええやん、どうでもこんなんと。いや、まあ、楽しむ人は楽しんだらいいんですよ、別に。それを押し付けんなって言いたいけど、いや、もう五輪ね、3分の1ぐらいコーナー作っといていただいて、あとは普通のニュース流してるんだと思うんですよね。テレビも五輪ばっかりでしょ。なんかこの国、この国って僕、よその国に住んだことないんですけど、同調圧力というのがですね、なんと言いましょうね、当たり前やという感じがね、どうも嫌なんですね、ほんまに。ええやん、お前ら楽しむだけ楽しんだらええやんと、楽しむやつは楽しんだらええやんと。あれもそうでしたね、2年前ですか、ラグビーワールドカップやってるんで、あれでわーっと盛り上がって、で普段ラグビーなんか見てへんやつまでなんか大騒ぎしてて、アホかと思うよ、ほんまにもう。もういうのもう大嫌い。ほんま、だからオリンピックも嫌い。ええねん、そんなもん。まあ、それは、いや、ね、楽しむ人は楽しんだらええやんって。僕みたいな人間もおるんやから、もうほっといてえなっていう感じですけど、みんなが楽しんでるんやから、お前も楽しまなあかんみたいな、そういう感じで、それね、もう、そういうのも本当にダメなんですよ。だから、もう、それってね、小学校の時からそうなんですよね、私って。みんながわーってやってるのは、なんか一番それがしょうもないわけですよ。もうあれですね、ものすごくひねくれてるって言われてましたけど、すいませんね、ひねくれてて。でもそのひねくれてる部分で今商売してるんですけど、商売というか仕事してるんですけど、まあええわ。この今日のねニュースでね、これ今私産経のあれを見てますけども、昨日でしたか、国連教育科学文化機関かっこユネスコの世界遺産委員会が22日長崎市の羽島炭鉱過去通称軍艦島を含む世界文化遺産、明治日本の産業革命遺産をめぐり戦時徴用された朝鮮人労働者に関する日本政府の説明が不十分だとして強い遺憾を盛り込んだ決議を採択した。これ前回一らしいですね、リモートで、やったらしいですけど、これほぼお隣さんの主張を全面的に受け入れたという決議です。どう言いましょうね、一生懸命人たちって、お隣さんたちってこう日本を貶めようとする運動にむちゃくちゃ熱心でしょ。こんな決議が出たところでね、彼らにとって何のなんていうか経済的メリットもないんですよ。ほんまに何のメリットもないんですけど、ただ日本がちょっと面倒くさいなと思うだけの話なんですよ。でも彼らあの人たちもそこはもうパラノイアですからね、ほんまに、ね、何のメリットもないんだけど一生懸命やーってやってるわけですよね。選手村の垂れ幕もですね、あれをやることによって彼らが何か得をするんかっていう、あの国にとって何かええことあるんかって何にもないんですよ。ただ日本人の何人かにアウトしないとだと思われるだけなんですよ。そういう結果しか生まないことをね、やってですね、まあもちろん彼らはわーっとそれで盛り上がるんですけど、それだけのことなんですけど、もうだからね、あの人たちをまともに愛してもしゃあないわけですね、こっちとしては。病気ですから治らない病気なんで、それをこう治ることを治すためにいろんなことをしてもしゃあないわけであって、まあそんなことをする義理もないわけです、なんでほっといたらええというのが一番正解だと思うんですね。でこれももうね、ほっといたらいいんですよ、はっきり言うて。でそれ以上にね、なんでね世界文化遺産なんかにね指定してもらわなあかんのと、あれはあれで面白い島やんかって、普通の観光地にしときゃええやんか、見たい人が見に行くというね。何にもそのユネスコがなんぼのもんやねんって話で、ほんまにもうね、私はユネスコとかね、ユニセフっていうのはもう大嫌いなんですよ。なんかもう偽善の匂いがプン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 漂ってるでしょ。よくね、駅前でね、私がいつも使う駅前でユニセフの募金活動やってるんですよ。アフリカかどっかのですね、で痩せたかわいそうな子供の写真出して、これでこう寄付してくださいみたいな、蹴飛ばしたのかと思うんですよ、ほんまに。そんな大のね、おっさんおばはんがね、あるいは兄ちゃん姉ちゃんがね、あんなとこ4人も5人も繰り出してきてね、募金活動してね、一体いくら集まるの。
2時間か3時間やってね、1万円も集まるんかなと思うんですけど、でそんなあんなね、もうあれ作ってるわけでしょ、写真の大きくしたりとか、みんなお揃いの T シャツかなんか着てるとか、旗持ってるとかしてるわけでしょ、ペイしてへんのちゃうのと思うんですよね。でよく言われるのは、ユニセフに集まったお金というものは決してそのああいう子どもたちのために使われてるんじゃなくて、中間そこに行くまでにですね、ものすごい消費をされてですね、で向こうでは向こうの政府の機関にの役人がポッポ悩んでるから、本当集まった1万円集まったお金のうち何百円しか行ってないという現実があるというふうな指摘を受けてます。あの募金のやり方を見てると、あそやろうなと思いますね。その愛子さんが言うてありますね、そのユニセフ経由やるよりも私は自分で、自分たちが集めたお金がどのように使われるのか自分で見に行って現地を確かめるんやというふうに、もう、まあ、あの人おばあちゃんでもそういうことはできませんけど、若い頃だって60代の頃ですね、それをやってはりましたね。そう、ああいうのはね、あれはまだわかるんですよ。なので、そう、じゃあその愛子さんがお金集めに来たら急消化という気にはなるんですけど、ユニセフだけは蹴飛ばしたろかと思いますけど、お金を入れようという気には全くならないですね。だからね、ほぼ偽善なんですあれって。やってる本人たちが偽善の自覚はないと思うんですけども、行動自体が偽善ですね。ユネスコも別にね、お前ら何やってんねんって世界ですね。そんなお前らにやってること何の役にも立ってへんやんっていうことですね。そんなね、別にユネスコにこう世界文化遺産なんか指定してもらんでも、ええものはええものであって、おもろいものはおもろいものであって、しょうもないものはしょうもないものなんです。あれ行きましたよ、富岡製糸工場跡っていう、製糸工場の、あれですね、工場を世界遺産に指定されたとかって、行きたいっていうふうに、ああ、しゃあないな、行こうかって言って、ほんまに行ってみましたけど、基本しょうもないですね。なんでこれがと思いますよね。だってもうこの前まで何十年か前まで稼働してた機械がまだ置いてあったりします。だから側だけでしょ。で、それを世界遺産に指定されたって言って、僕はその中見るより外回りを見て、昔はこれどうだったんやろと見てる方が面白かったし。ほんで大体あれ駐車場がない。駐車場を止めてから歩いて十何分歩かなあかんっていう、アホな。そんなんがわざわざ世界遺産って、しょうもないな。しょうもない経緯なんですよ、これね。だから、とてつもなく世界の暇人たちがですね、集まって、ほや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 ってやってるだけの話だって。で、そこで別に世界遺産に指定してもらんでもですね、面白いもん面白いわけだってね。で、そこでね、説明がね、お隣さんたちに対する配慮が足りないからあかんとかで決意されて、ほんならほっとけや、クソが、ほんまにって。もう、いらんわ、そんなもんって、世界遺産なんて。なんでそう言えへんねんですよね。情けない、本当に。こういうニュースを見てるとね、日本という国はですね、私が小学校の時に体験した、みんなと同じことをしなさいというね、あの意識の人たちがですね、支配してるわけなんですよ。ユネスコに言うてもうたらね、ええもんやというふうに。ええもんか悪いもんかね、見る人が判断するんですよ。私は自分が判断するんですよ。人の物差しで物は判断しませんから。そう考えればそんなもんどうでもええやんという話ですよ。どんなユネスコであろうが何であろうが。だからもうね、アメリカが確かユネスコ脱退してたんちゃいましたっけ。アメリカってユネスコとかユニセフとかやってなかったんちゃいますか。アメリカ人 の合理的な精神から見れば、これしょうもないわけですよ。もう僕、アメリカ人が正しいとは言いませんよ、いつもいつも。しょっちゅうあいつら間違ったりして、アホやしと、うん、思いますけども、まあ、ある意味で、彼らの納得できないところがあった、ある組織なんです。だから日本もこんなところに、ね、関わらんとね、もう別に脱退せいとは言いませんけども、あんまり関わらんと、もう最低限の関わりにするというのが一番いいんちゃうかなという気がしますね。だからこういうしょうもないことに巻き込まれるわけですよ。さて、これいろんなところでニュースになってましたので、別にこれも貼りませんのでですね、皆さん見ていただければと思います。愉快な大人さんがキャー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 騒ぐのはいつものことなんでね、ほっといたらええねんと思いますよ。別に実害が なければほっといたらええわけであって、で日本もこれわざわざこんなところに権威づけてもらうと思うから、これしょうもないことになるわけですよ。もうほっといたらええねん、ほっといたらと。
はい、ということでどこもあのサイト貼りませんのでですね、皆さんあのそれぞれ自分のお好みのニュースサイトでですね、これ見つけていただいてですね、まあまあ見ていただければと思います。しょうもない話です、基本しょうもない話なんですけど、まあ今日は一斉にニュースが出ましたね。でいかにもこうこのニュースだけ読んでるとね、皆さんね、あ日本がなんか悪いことしたんかと思いますけど、全然そんなことないですよ、中身は。ただあの愉快なお友達さんが一生懸命根回ししてそれがうまいこと言ったというだけの話なんですよ。あしょうもなというニュースでございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。